仲間内で寝顔資産されてる方がいて、これもそうなんですけど、帰ってもらってっていう形なんですよね。はい、バンド活動とかされてる方もいらっしゃったり、ちょっと割とエンタメ系の方が多いんですよ。まあまあ口コミというかね、なんだろう、ちょっとそういう方の友達が多くて、だからマジシャンの方とか、そういう絵描きさんとか、これからあんかけ焼きそばの麺を焼きます繰り返しまその麺が完了しました。続いて餡の方に移ります。出来上がった麺をほぐしながらほぐしてさらに移します。炒めて具材を投入します特製のあんかけだれと中華スープを投入してます。最初は紹興酒を入れて、そしてオイスターソース、胡椒、そうしたところで水溶きの片栗粉を入れ、ごま油とネギ油を入れて完成です。お待ちどうさまでした。あんかけ焼きそばになります。
東区でお店を始められたきっかけって何だったんですか？私もここが地元を、本当この界隈で育ってたもので、まあ、この辺でできたらいいなというふうに思っておりまして、で、まあ、方々探して、なんか見つかったのがここだったっていう感じですね。はい、本当たまたま狙ったわけじゃないけども、物件が見つかったのがこの界隈だったと。10年前にお店こちらでオープンされて、はい、その前まではどんな感じだったんですか？あのホテルの中間の部門、中間の部門で勤務しておりました。こちらのお店の一番の推しのメニューって何ですか？一番の推しメニューは五目あんかけ焼きそばになっております、うん、私が料理になる原点がこのあんかけ焼きそばだったっていうのもありますし、初めて私、まあ、中学生ぐらいの時に親に連れてってもらった中国料理店の方で食べたあんかけ焼きそばにちょっと衝撃を受けまして、そこが未だにこう脳に残っているというか、感動というか、それをやっぱりお伝えできたらなと思っております。うちの、ね、料理食べていただいて、また明日頑張ろうとか、ね、お昼食べてよし今から頑張ろうみたいな、なんかそういう感じに思っていただけたら幸いです。